はい、お疲れ様です。マピーです。無本性ってことで、まあ、特に変わらずなこんな使用率なんですけど、使っていくのはこちらでございます。このオイフェですね、今後オイフェを使っていくということで、マリュの今後オイフェ、神4の魔6竜6ということで、まあ、特に S 枠触れることないかな。まあ、一応このテレーゼについてはね、オルビダとかでもいいかなっていう感じはするんですけど、まあ、ステータス含めてね、まあ、スキルも全部優秀ってことでテレーゼの採用と、で竜ゴマについては、まあ、バーストバリアとか、まあ、フレアヒールとかね、ブレイズホーリーみたいな感じで、まあ、ちょっと回復も含めるみたいな、そんなコマをね採用して、まあ、中長期戦狙って下級で削りに行くと。で、まあ、C 打ちの進行とかするとね、あの枚数返しがいい感じに増えてダメージ取りやすいんで、グノの採用、そんなわけでやっていきましょう。マジね、俺が使うとき最近グノをとりあえず入れがち、まあ、とりあえずグノを入れときはなんか無限の勝ち筋生み出してくれるんじゃねっていう、悩んだらグノ入れよっかみたいになってきてるんですけど、まあ俺はね、あのグノじゃなければ勝ってた試合なんかもあったりしてね、まあなかなかちょっと一癖二癖あるんですけど、まあその一癖二癖が癖になる、たまらない、やっていきましょうか。あーはー、なるほど。このデッキはね、罠ゴマとかがないんで、まだ、あ、ショテベルグレーでありがたいですね。まあ、ウンディーネとかでどこまで防衛できるかってのと、やれきれるかんで、ね、乱体かれてるのはね、シンプルバカきつい。マジで乱体しんどい。乱体嫌だな、マジで嫌だな。しかも、ショテ祭り、ま、これ X 来るやつ。しかも、このショテ祭りのね、やべえとこが、グノ効かないんだよな。X 打たれるやん。で、俺、グノ打っても変身されるんで、ね。コンボ封印効かへん、あの変身しちゃってなんか別の人に入れ替わるんだよ。これ X 来るんじゃないの、やだな、やめてほしいな。来るよね。まあやばいですね、どうしましょう。はい、テレーゼでもね、祭りって別にコンボめっちゃ強いわけでもないしな。 E1 打つよりは俺こっちでいいと思うな。 E1 打つよりはまだこっちでいいんじゃないかなって気がするけどね。どの道相手にめちゃめちゃ引かれてたら勝てるものも勝てないんで、まあ、割り切って吸収入れて自分の形組みに行った方がいいかな。もう逃げてもしゃあない正直。まあ、日のエンマだったらワース、まだワース、まだワースです。はい、でここ、はい、ウンディか。まあ、とりあえずこのバフは取りましょう。はい、よいしょ。でこれ C6 いったら祭りのコンボが120になっちゃうので、さすがにやべえっつうことで、こっち。さあこれコロネコンボ頼むぞ。もうエアとか持ってたらさっき打ちそうだからさ、持ってないと思いた。お前そのラティーナやべえな、そのラティーナゲロやばいですね。どうしましょう。エンデがここで打ちたくないね。 E1 ウンディ切ってチャー濁すか、まあそうだね、濁そう。もうこれちょっと目の前の動線潰すわ。で捕食も減らしていきたいのでこっちにして、でも相手の HP 割りかし削れてるんで、なんかデカめの捕食がなければ割と、うわーそこ出る、これ F に打たれるやつ、そこ出るか。まあウンディ頑張ってくれ、頼む。これなんか動き方的に、あ、トップエア、それ無理それ無理、そこトップエアやばいな。まあでも一応勝ち筋1個だけある、もっぱ伝えればあるっすね。これフルフレア持ってたんで俺、これフルフレア D に行って次ダボコン確定なんで、これで E4 耐えるしかないですね。お願いします。それトップのエアめっちゃきついね。まあ、めっちゃきついけど、マジこれ E4 耐えないと勝てるものも勝てない。逆に言えばこれ耐えればワンチャンあるんじゃね。結構アタッカー切ったけどな、どうだろう。3枚ぐらいは切ってくれた。 T ルートは無理だな、どうも T ルート無理だね。いやこれな、トップのエア強すぎだな。それチャージ溜まってなくても普通に火力として十分すぎるわ。まあ、今 D にフルフレアね、悪くなかったね。まあ、テレーゼで祭り取ったのも悪くなかった。まあ、あのタジロイでもしゃあないんで、あの盤面ってタジロイでもしゃあないんで、まあ、これちょっと祭りとエアの形組まれすぎて、まあ、なんともできなかったですね。まあ、相手が自分のセロニアをね、もうさすがに貫き通して偉かった、しゃあない。まあどんまいどんまい、次行こう。だ行きます。トゥアン、トゥアンか、トゥアンね、オッケー。まあ、流血ですよね。まあ、一撃に気をつけたいね。往来引かれたくないけど、言うてもこのデッキ時間のかかるデッキなんで、そこそこオーラはおそらく引かれるであろう。まあ引かないでほしいんだけど、一旦守護でチャーニングします。一
端守護チャーニゴシーノ、チャーニゴシーノトゥールラ持ってる。トゥールラ雑に打っちゃってもいいんですけど、デッキ的にねコンボ封印とかが、あの敵が持ってるやつじゃないんでね、後半トゥールラ残すっていうのも全然いい気がするけど。さあ、まあヘケと打たれたからにはあんまり特殊の絡めるトゥールラはねあんま打ちたくないですね。はいはいはい、でこのデッキはねわりかしあの変動きそこそこ入れてるんで、まあ、ちょっとこれ B さんからいってみようかな。変動き引いたら次変動きできるんで、あのね一回手駒抽選、手駒抽選します。何フレムヘリオンだとこれどうしようかな。繋いで削りに行くのもありだけど引き見てから。グノー君、グノー君引くのかどうしようかな。いやぶっちゃけ繋いでしばっきに行ったって悪くないけど、お前じゃないわ。1500ダメか。まあ悪くねえな。行っちゃおう。行ったっていい。行ったっていいです。はい。フレームヘリオン結構やばいけど。俺もトゥールラ打ててるし、あの、フルフリア強いんだよ。殴っちゃう。で、進行によって、うぃ、来ましたね。まあこれ、グノをかまして、あの、A の1、ちょっと狙いたいかな。まあでも、このフィンはね、まだありがたいんですよね。こっち盤面に全然キャラ出てないんで。これありがたいね。これグノーかますか。すい、いいね。めっちゃいいとこ行った。最高。で、これで、惜しみなく H に打てるようになったね。うん。で、しかも今のところ、2枚返しを連続でしてることもあって、オイフェの火力ね、しっぽり出せてて非常にいいですね。さあ、どうする？ロガチェー。で、パッと見これは角から詰めに行きたいけど、2手先フルフレアが一番ベターに見えるけど、引き見てからやな。よいしょ。アリシャール。まあ、これリッチでちょっと削りいっとくか。ほい。これリッチで削りいって、で、A2 にコンボ強い駒を置きたいですね。で、これで、オイフェ戦ダメ。いいね。オイフェここまでで大体4000ぐらい出せてるから、まあ、だいぶいい感じですね、正直。うん、いい感じ。もう理想ムーブ。最高です。最高や。ただね、相手もヤンドーラ引いてるのとフレームヘリもあるから、これ B4、なんかやべえ駒、ほんと、あー、まあ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 、コンボブレイズホーリーね。いっちゃえ！思ったより痛い。ね、ロガテを次やってくる。まあ、ぶっちゃけフルフレア打ちたいけど、どうしよっかな。まあ、コンボ強いんでフルフレア打ちたいんですよ、できれば。でも後出しだってね、別にそんな悪くないんだよな。まあ、でもフルフレアいきますか。フルヒール。あ、次テレーゼ引いたら、もうすぐ打てるし。こう軽く出しちゃおっと。それいい、ナイス。で、こっち HP が、まあ、2万2000あるんで、まあ、さすがによっぽどのことがなければ2手耐えれるはず。よっぽどがなければ大丈夫。まあ、よっぽどの1枚が来るね。よっぽどの1枚やってくる。どれくらい食らうこれ。えぐっ !6000 ま。くぅ、やるな。とはいえ、ちょっと待てよ。え、さすがに、もっぱつ耐えれねえか。バリア張れるぞ。俺これ耐えて F4 でいきたいんだけどな。これ F5 を打つ場合ってさ、下手したら次飛ばせないんだよね。ちょ、俺 A4 行くわ、これ。さすがに大丈夫だと思うけどな。バリア張ってな、これ大丈夫だよね、大丈夫だよね。大丈夫、大丈夫、大丈夫。今ので1万1000くらい食らったけど。大丈夫だよね、さすがに大丈夫だよね。これ大丈夫なんか、大丈夫ない、大丈夫ない、これ大丈夫ない。だってフルフリアの火力さ、さっき6000出たけどさ、コンボはそこまで出ないでしょ。あ、でも出るな、4000。え、待って、やばいか。いや、大丈夫。さすがに大丈夫。さすがに。ねえ、信じろ、自分を。大丈夫。絶対大丈夫。ふっ。ふっ。ふっ。危なすぎ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 。で、これ4枚返しのオイフェが軽く高いやん。よいしょ。ほい。危ない。危ない。よっぽどのことがありそうだったんだけど。流血怖。まあ、相手もね、火炎のバフたくさん焚きつけてたら悪いけど。怖すぎ。はっはっ。あぶねえ、ガチコアなんだけど。2万2000ありゃ大丈夫やろからの。いや、これ危なかったね。これ、あの、あれ、英語だったからよかったけど、S 打たれてたらやばかった。マジでやばかった。怖すぎやろ。まあ、バリアはね、まあ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 。耐えたからワース。はい、ありがとう。年内1万勝。お、いいね。1万勝したらさ、乱量もらえるんじゃなかったっけ、確か。そうだよね。起きた。
相手はフェリアですね。オッケー、とりあえずバリ張ろうか。初手がね、マジで一時に比べて本当に安定するようになった。マジで初手安定しなかったんでね、一時この竜駒たちがね全然揃ってなくて、よし、バーランタ行かれた。マジで初動ランタきつい。いや、いいな、アルル。アルルだっけ、君の名前。こいつ欲しいんだよな、持ってないんだよね。いらっしゃいませ。まあ、オーラ引かれてるから、オーラ引かれてるから確実に火力出す方向でいこうかな。これ、夏ブラ、嫌だったんだけど、なんだろう、夏ブラ置いて、上振りしたかったけど、オーラ引かれてる以上、会話拒否されるんでね。A2 とか打たれて会話拒否されるんで、こっちにします。はい。OK。いいね、トゥールラ。まあ、ブラかな。X 打たれそうだけど、目の前の罠駒にトゥールラかましたくない気持ちはある。はいはい、ポリプスね。で、どうしようかな。多分 X 来るよね。セシリのコンボ、1500。まあ、そんなに X 打たないだと。いや、これダリーだ。この1点始めダリーだ。引き抜いてから。ベルグレか。まあ、これ取ろうか。ちょっと、これちょっと取るわ。取って右上トゥルラ打とうかな。で、トゥルラかますんですけど、ぶっちゃけ A3B4 ルートね、あんまり。ラティーナ、オーマイガー。まあでもラティーナ打ってくれたんでトゥールラコンボ強くなるから E3 は打ちづらい。オッケー、エンデが引いたのね、ガチでナイス。それガチでナイス。であと俺がここにベルグレ打ったのは、まあ、夏ブラのコンボをちょっとでも強くするためっていう理由は1個ある。ただこれな、 B の1が怖いな。 B の1打たれるのがちょっと怖い。まあワンチャンうまく噛み合ったら2手飛ばしできるけど。オッケー、召喚弱い。その召喚弱い、ありがとう。これ E3 しか動線通ってない。ただ 1.3 倍プラス、いやこれあれだな、ディザイア怖いな、ディザイア怖いな。頼むぞマジで。あー地獄ー、お前その捕食やばすぎー、やばすぎ、その捕食無理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 、お前食べすぎやって。テレーズか、まあ、とりあえずテレーズいきます。これさすがに2ターンこいつ打たないと間に合わないな。いや待って、そこの召喚強いな、やっぱりやばいって。これ右下 X 来るやん、やばすぎ。いやとはいえ相手が事故ればまだあるか。ここディザイアかかってるけど、アタッカーじゃない子まで固まってくれればワンチャン、ワンチャンある、ワンチャンある。アタッカーなんだよね、厳しい。ひー、似て飛ばしできんのかな。じゃあ引き見てから、よいしょ、グノー。いやこれどうする、打点は A に F5 が打てるんだけど、フルフレアとかだもんな、トップきついな。これ多分火力足んないと思うけど、一応抵抗しとくか。いや無理だな、これ F5 グノー打ってガチでワンチャンかけるしかって思ったけど、これカメティが強すぎて右半分のコンボ封印してもカメティコンボで結局あと取られるんだよな。めっちゃきつい、めっちゃきつい。もうとりあえずこっち行ってちょっとでも日和らせるわ。何耐えれるけど、いやエンデガコンボじゃ飛ばしきれんな。はい、いや無理だな、厳しい。まあ動線残さないと無理ですね。よいしょ、よいしょ、頑張れ。これで耐えるしかない。割ときつすぎるな。いやこれさ、カミティ弱いと思ったけど、ディザイア発動ガズ、イシュタルは無理だな、さすがに火力だな。あそこでイーサンイシュタル絶望、マジで無理。まあ、どんまい。まあ、ディザイア強いしかなかったけど、下取って A4 に多分イシュタルつながれて、で、エア持たれてて、どの道負けてたな。多分なんか何ともできなかった。まあ、厳しいね。ちょっとバフリーダー対面きついな。デバフなり、なんかシールドなり罠なり、もうちょっとなんか有効なキャラがいたらよかったんだけど、シンプルにアドトルでキャラで構成されてるんで、アドトル系のキャラってバフリーダーに大体弱いんでね。それを行かれたわ。厳しい。
さあ来た、アポロン頼む。アポロンは相性ね悪くないと思うんだよね。まあまあ余剰出るけど打つか、仕方ない。ワンチャンさっきちょっと風車打っちゃったけど、何でもよかったかな。あの C の2のディザイアもマジできつかったわ。はい、近づで初手あるカード打たれてるんで、これちょっとあれですね、風車こいつにします。初手あるかに対してフープラって A に打たれるみたいな展開になった時に、俺の2ターンってだいぶ無駄になっちゃうんで、これちょっとあのブランジェッタ大事に取っときたい。痛いってペトラ。はい、フルフレア。コンボ微妙だけどトゥールラ残します。これ X 打たれたらあのブランジェッタ出すタイミングがあんまないんで、ブランジェッタ的に先に打つわ。ちょっと本当はトゥールラしたかったけど、なんか X 来たら嫌なんで。まあそうだよね。でこれはね絶対に取りましょう。こんなリアンツィールはねマジで強要しちゃダメです。こんなもんはね絶対強できない。はい、いいですね。でこれは理想としては相手の A さんに対して B4 フレアかまして D5 トゥールラがいいかな。よいしょ、くれ。まああのオイフェ的にはねあんまり枚数返しできてないんでね、相手のペースではあるんですけど、まあ相手もね結構雑に S 駒切ってきてるから悪くな。ただこれ B あのトゥールラ打たれたらマジでしんどい。俺夏ブラ召喚入るからね、トゥールラ来たら本当に悪い。やめてくれ、そのリアンツィールクソ怪しいけど。あーめっちゃ来るやん S 駒、厳しい。いやちょっと待って、これきついな。フェルグのコンボやばくね。待って、これきついわ。フェルグのコンボマジできついんだけど、まあ、やるしかないか。よいしょ、よいしょ。まあこれ一応幸いね、アポロンがまだチャージ時間かかるんで、フェルグコンボ2回受けれる可能性はある。一応ね、 D6 とか来たらマジで死ぬけど、 D6C1 で2手飛ばしルートあるな。フェルグコンボ4000点の強すぎない？アンチヒュー最悪。それフルフレア腐ったんだけど、まあでもトゥールラ打つしか正直やることないですね。キチュー、ウンディーネ欲しすぎる、マジでウンディーネ欲しすぎる。ウンディーネ引いて特殊カット入れてフルフレア耐えてぐらいしかないぞこれマジで。アルトくんのかよ。しかもイグナス持ってると、これ割と終わったな。積んだかもしれん、積んだかもしれんこれ。いや、ウンディ引いて D に耐え、いや無理だなこれ。ウンディ引いても無理だな、ウンディ引いても無理だこれ。まあこれ無理だな、 E3 で死ぬな。ウンディ引いても多分 N ポイなんで E3 で死んでたね。これは対戦ありがとうか。さすがに絶望のアンチヒール、これアンチヒールなかったとしても無理かな。さすがにフルフレアでいけたとしてアポロンが6500でしょ、多分無理だな、無理だな。まあどんまい。いやこれちょっと光りすぎたか。でもさすがにアンダリアンツィール受けるわけにいかんしな。まあでも B4 フルフレア先かますべきだったかな、俺アンチヒール読めてなかったわ。いやでもね、アポロン対面だからこそ正直フルフレア残したかったんだよね。アンチヒールさえ来なかったらだいぶリサルズレるんで、まあでもこれはちょっと相手の引き強かったな。 S4 引かれたのもあるけど、地味にフルチャージイグナーズクソ痛かったわ。あの C の位置のアルトもそうだし、全部噛み合った。まあどんまい、これはねしゃあないわ、何もできんかった。でもね発想よかったね、やっぱ X 来たんでブラ打ってトゥールラ残したのよかったけど、全部アルトに持っていかれた。あーこれはトゥールラクソ刺さるけど、トゥールラクソ刺さるけど、どうしよっかな。ウィブ対面 X 実有効なんだけどさ、俺このデッキで X 打てるほど勇気ないんだけど。はい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 、行ってみるか。どうする、なんか俺 X 打てる自信ないんだよなあんまりこのデッキで。でも打つわ、やってみるか、試しだ、やってみようぜ。これはねマジで好み正直。うわホーリー採用してんの、やめときゃよかった。やめときゃよかった。
まあ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 、やめときゃよかったってなったよ、正直。もうこのホーリー見た瞬間なったわ。って考えたらあんま衣装良くないな。ウィブって X にはいいんだけど、俺 X ってる時じゃないんでね、あんまり。まあ、一応やりたいことやってみるけど。ああ、まあ偉いな。そこ F3 バイスはね、マジで偉い。偉いですね。まあちょっとここ引き見ようか、一旦。はい。近づか。まああんま強くないな。よいしょ。これこっちかまして、よいしょ。んよいしょ。まあ、とりあえず2ターンアド取って、OK、下級強いよ。で、まあ、D の位置にね、S ゴマ取られたらやばいけど、OK、OK、この手ゴマ状況を見るに、おそらく相手 S 引いてないですね。しかもこれ砂時計増やせてないので、地味にありがたい。で、ここ頼むぞ。いらっしゃいませ。フルフレアいいですね。で、これは、まあ、フルフレアいっちゃいます。これね、盤面的に割と俺も押したいタイミングなんで、押していきたいですね。しかもこれさ、 C の位置にウィブサニア打ったのがこれポイント高くて、あ、でもあれか、ウィブサニアだからヒロイキ入らないのか。まあ A の5にアラジンとか打たれる可能性あるけど、 OK、 そっちね、そっち了解。これ B3 でよくね、 B3 打って次で飛ばしたいな。いや、これ D5 ありか。これ D5 打ったらさ、ウンディーネ取る場合 B6 になるよね。いやでもやっぱ B3 でいいか。 B3 しよう。意識の方が良かったかな。これコンボ的になんか意識の方が強い気がしていた。おいおい、よいしょ。うん、そうやね、 B3 って枚数返しの方がいいかな。枚数返ししてちょっと削り入れますか。でこれバリア張ってって、ワンチャンに手飛ばしの構えもできてる。ただと7200か、ちょっとと、いや、このバリアまだありがとう、たいか、まだありがたいか、まだありがたいか。はい、あ、ナイス。とりあえず1万1000ある HP。 これは角打ったら A4 打たれるから、あー、どこ打ってもそうか。まあ、C1 打って A4 打たしたとして、どうせ残らないか。 B6、 いや、どうせ残んないな、これ。どこやっても A4 打たれるよね。これこっち打って、どうせ、あ、しまった、これあれだ、やばい、待って、マジでミスった。これアリシャールどうせ通らない、やばい、やらかした。いやでもこれエンデが引いたら勝てる、エンデが引いたら勝てるエンデが引いたら勝てるけど、これやらかした。テレーゼ2ターンでよかった。バチクソやらかした。取られることしか頭に考えてなかった。やべえ、アリシャールどうせ残らんやん、これ。マジでミスった、俺何やってんねん。頼む。いやでもこれ意外と HP 残らない、いや残らないですね、やらかした。ああ、でもエンデが引いた、危なすぎ危なすぎ絶対テレーゼさ、絶対テレーゼ変容器でよかった、今危ねえ。まあ何とかなったから、いや、まあ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 、なんとかね、相手がだいぶ引きはしてたんでよかったですね。マジでマジで危なかった、マジ。今の実際内容的には俺の負けでよかった、まあ、C6 って A4 打たしてもっぱつ耐えるなり、テレーゼのもっぱつスキルでワンチャン飛ばすなりした方が 100% よかったですね。まあまあ、でもまさかのバーストバリアか、マジ怖かったわ。次落ち着こう、だいぶ下手になってるぞ、今のはさすがに下手。じゃあ行こう。はい、よし、下級対決。ナダルか、最近ナダル使ってないな俺。ナダルの動画も出そうかな。あーっと、ショテベルグレーではね、とりあえずめちゃめちゃありがたい。ね、ナダルは火力に頭打ちがあるんで相性悪くないと思うな。まあ、構成によるけど、初手ナダル。よし、とりあえず苦しめてやろう。一旦これです、あいつ。うん、いいですね。でこれで、まあ一旦苦しめます、一旦苦しめて、はいはいはい、捕食ね。で、ブラジャ持ってるんですけど、どうしよっかな、まあ、D6 ブラでいいか。これグノーとか引いてたらワンチャンビーチいってたけど、まあ、シンプル D6 でいいや。で、この後ね、枚数返しが微妙になるんだよな。
それをどう捉えるかよね。で相手がグノー持ってる可能性も一応考慮しておきたいけど、まあ安定コードしとこうかな。はい、安定コード、もうこのターンスキルから切るっていうね、もうド安定コード、しかもコンボ下級なんでこれに合わせて使うスキルもおそらくないで、相手これバフ系ナダルか、一撃に気をつけたいけど、バフ系ナダルってなったらワンチャングノー採用の可能性ちょっと低いんで、 C5 は来なそうな気がするけど。はい、いやこれ逆にありがたいね、相手、あこれありがたいな、これはね俺受け入れると思うわ、おおむね。どうしようかな、ナダル、これねパッと見せシリア C1 なんですけど、まあいいか、あのなんかこの右2枚の防衛キャラを使ってナダルの半分以下にならないように少しずつ削る判断することで盤面詰めようかなって思ったんですけど、まあシンプル2ターンスキルセシリア強いし、引きによっては D の2からでも全然なんか殴り合い強いんで、まあそっちにしようかな。でこれで夏ブラ OK で、ここに引きよいしょ、あートゥールラ D2 でいいな、これさすがにトゥールラ D2 いきます。でこれで半分いかれる、これ夏ブラがね相手展開してるんで、まあ、トゥールラがバカ強なんでトゥールラ狙います。これで火力出していく、まあ、耐えて勝つ動きもできたんだけど、さすがにねエアーも切ってランタ1枚しか引いてないんで、でスーとか打ててるわけじゃないんで、まあ多分大丈夫。オッケー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 。でこれ夏ブラ消化一歩手前でしょ、でここの引き、はい、フルフレア、うーんどうしようかな、ぶっちゃけフルフレアで良さそうだけど、ぶっちゃけフルフレア、これねトゥーデラのコンボがフルフレアのコンボ残します。ほいほい、オッケー、パワーで勝っていけ、うーんナイスパワー、よし、これで勝てるか。次、フルフレか、トゥルラの動線残るやん。これで勝てるか。さすがにね。よしよしよし、エンデガラジね。はい。はい。オッケー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 。まあ、ランタイ1枚だし、ディザイア出てるわけじゃないんでね。シンプルに勝ちましたね。よし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 。ナイス。よき。いや、いい勝ち方したんちゃう？いいね、まあオイフェらしい勝ち方かって言われたら別にそんなことはないんですけど、まあ、相手がね A の4でエア使ってきたんで、じゃあもう普通にねパワーで勝てばいいや、そういうこと、勝ちゃいいんでね、うん、勝ちゃいいんで、うん、オイフェらしい勝ち方なんて狙わなくたっていい。オッケー、おっとスーかわいいな、プロフィールスーにしてる人久しぶりに見るかもしれない、いやごめん適当こいた、もしかしたら結構見てるかもしれない。プロフィール誰をよく見るかって言われたらね、正直あのパッて出てこないんですよね。プロフィールってみんな誰見る、誰をプロフィールにしてるのよく見る。はい、よし、ベルグレ引けてんのね、本当にありがとう、ほんまありがとう。で相手が初手アマテルか、あーでかいね、初手アマテルで出してくれるんなら、まあ無理にあっちの進行を取らなくてもいいんですけど、おいおい、どうしようかな、グノー引いてるから B1 進行行こうかなって思ったけど、初手待てるってくれてるから、あー C 打ちで来る、了解です。初手待てる F2 に罠ごま、まあとりあえず夏ブラ打つか。でこの動きはちょっとグノー警戒した方がいいかもしれないな、どうしようかな、まあぶっちゃけグノーそんな痛いわけじゃないんですけど、F2 罠駒でしょ、あれが特殊ダメージだとしたらテレーズとかトゥーレラで回収できるんですけど、まあ、ちょっとここの引き見ようか、ん E4 か、そいつコンボライフバなんで、まああんま問題ないとして、はい、あーなるほど、どうしようかな、安定は B3 守護だけど、まあ B3 守護にしますか。なんかロックとかワンチャン来たら、セシリア返せる状況にしようかな。うん。安定コード。で、これで、夏ブラの2体召喚も、ほぼ確定でしょ。で、さらにアグロ狙ってくるなら B4 とか来るけど、まあ B4 来るね。OK、OK。でも撃たれてる駒がそんな強くないので、全然大丈夫。はい。
アリシャール。なんか引いたな。これターンスキル切ろうかな。アリシャールも打てるけど、別にここのセシリア取られてもあんまり痛くないんですよ。むしろ F4 で、なんかトップで引いたときにね、そいつを切り返せる方がいいかな。OK。アリシャール残る。で、これ F4 に何かしら欲しいですね。お願いします。そういうことなんです。完璧。こうすることでね、セシリアを2ターン入れつつ、フルフレアも同線組めて最高の状態になった。最高の状態や。これで火力出して。いいですね。盤面もだいぶいい感じかな。入って打てるとこあるとしたら。右下 X は F5 打たれるだろうから、まあ、B6 来ると。なるほど。フェイルノート。フェイルノート採用か。まあ、ちょっとこれ引いてから考えよっと。一種系。D のに火力出してもいいけど、フルフレアね、火力今出さない方がね、次出るんですよね。なんで、まあ、アンチヒール来る前に意識左下 X とか展開でも悪くはない。そうだね。これ D に打っても多分ボルヒされるだけだし、こっちで行こうかな。OK、吸収入れて回復入れて、火炎ダメージ、よいしょと。で、この時点でちょっと火力計算かな。次7ターンでしょ。1500スタートだから、28足して、お前、5つ上昇、1800足して、なるほど、3300かな、3300出る、で、4800の吸収込みで、5400、単体で5400やから、7000でしょ。あー、これ飛ぶな、いってらっしゃい。これはね、飛びます。9000出るはず。ほい。で、これ罠回収して、ほい。ほい。で、3300、火球が出るはずなんでいける。はい。はいと。ナイス。で、OK。いいですね。フルフレアの計算もちゃんと間に合ってね。綺麗に勝ったわ。よし、綺麗だな。この勝ち方綺麗だな。ナイス。セシリアも2ターン入れたんでね。素晴らしい。よし。OK。めっちゃ綺麗に勝てた。最後の方もね、3枚返しになったことで。オイフィの火力も上がっていい感じでした。素晴らしい。お、さあ。すごいな。東京マンジリベンジャーズ、東京リベンジャーズのさ、あの額縁にレムを飾ってるっていうね、なかなか全然世界観違くて、ちょっとじわりますね。リベンジャーズな。俺リベンジャーズ漫画全部読んだことあるんだけど、漫画マジで、これみんな言われてる話かもしれないけど、本当に終わり方がやばかったんでね。マジで。終わり方マジでそれでいいのかっていう終わり方だったんで。なんかなぁ。ちょっとだけ残念でした。まあそういう話。まあでも、リベンジャーズね、どこまで好きだったかな。あの、なんだっけ、クリスマスら辺まで合ってる。芝大樹だっけ。あの辺までもめっちゃおもろかった記憶ある。はい。まあ、なんだっけな、あれ、なんだっけ、どこまでやったんだっけ、バルハラ編までコラボでやってたのかな。そのうちリベンジャーズもさ、コラボ第2弾とか、なんかワンチャンやりそうだよね。知らないけど、なんか、知らんけど、やってもおかしくないよね。だって、鬼滅が2回来たってことは、そういうことじゃない。リベンジャーズだって2回来る可能性あるよね。とか、勝手に考えながら、どうなんだろう。あと、最近のトピックっていうかさ、なんかさ、昔のアニメをさ、なんか新しく新作アニメにしてリメイクするみたいな流れ来てるじゃん。マジでね、熱いですね。なんかケロロ軍曹新作やるとか、ね、俺今日朝見たのがさ、あのヌーベ新作やるらしい。令和にヌーベ見れる、マジ。俺ヌーベ知ってる人多分あんまりいないと思うんですけど、ヌーベおもろいんだよね。で、俺あの幼少期の時にヌーベのなんかコミックスが家にあってさ、でそれちょっと読んだり、なんかあ面白そうな漫画あると思って読んでみたら、なんかね、内容ね、結構エロかったんよ。エロくて、うわ、何これ、エロいってなって。それで、まあ、興奮するやん。で、俺、あ、なんだこの漫画、エロいぞって思って、興奮して、そのまま数ページめくったら、めっちゃグロいっていうね。マジで。何あの、エロでつってグロで落とされる感じ。俺の幼少期、ちょっとめちゃくちゃにされたわ。若干めちゃくちゃにされた。なんか、うわ、この漫画、エロいぞって思って、エロ少年のピーザンはね、そのまま読んでたんよ。そしたら、後半クソグロいやんってなって。そういうお話でしたね。めっちゃなんかストーリー覚えてるよ。なんだっけな。俺がね、トラウマになったエピソードがあってさ、なんだっけな、俺あの、小学校4年生ぐらいの時に韓国旅行行くんよ。俺韓国旅行行ったのね。韓国旅行いとこと3人で行ったんよ。小学生4年生の時に。
3人だけで、子供3人で旅行に行った、旅行に行ったのね、ちゃんとあれだよ、いろいろあったよ、いろいろあったんだけど、なんかその案内人とかもいたんだけど、行ってきて、で、まあ楽しかったんよ。その行く前に、空港に入る前にね、車で送ってもらってる時に俺そのヌーベ読んでて、不気味ちゃんっていうキャラがいるのね。不気味ちゃんっていうキャラがいて、で、その子がなんか夢の中に現れるのね。その夢の中に現れて、で、なんリコーダー、なんか笛、リコーダーか、リコーダーをなくしたから取りに行ってほしいみたいなこと言い出すのね。で、そのリコーダーのありかがめちゃくちゃややこしいの。右から2番目の窓行って、その後階段奥から手前、3つ目ぐらいの手前の階段まで行って、でそこにあるみたいなこと言われるのね、夢の中で。で、そこにその正規のルートをたどらず、なんだ、間違えると夢の中から出られないっていうエピソードがあるのね。めっちゃ怖くない？俺それで怖ってなって夜寝れんかったんよね。まあ、自分 の, なその旅行に行ったからさ、旅行に行ったから、まあ、そのなんだ、そういう不安もあったよ。子供たちの不安もあったんよ。なんかその若干あれホームシック的な不安もあった上に、不気味ちゃんのエピソードを思い出して、その夜マジで寝れんかった。マジで寝れんかった。次の日ね、楽しかったよ。みんな昼間とか乗馬体験とかしてめっちゃ楽しかったよ。楽しかったけど、マジで出れんかったね。さあ4連勝、素晴らしい。オイフェ慣れてきたか。まあそんなヌーベイがリメイクというか新作アニメやるらしいですね。見たいな。キャスティングとかそのままだといいな。ヌーベイの声の人が確かトリコと同じ声の人だった気するんだけど、グルメスパイザー、あの人がやってほしいな。オキアユラタラさん。あとなんだっけ、最近ランマ2分の1もあれだね、新作アニメやるってことで楽しみだな。でもランマとか今放送できるんかな。俺覚えてるよ、ランマも。俺ランマも覚えてるけどさ、ランマもなんか結構過激な描写あった気がするんだけど、特にエロ方面であった気がする。だいぶ過激な描写あったけど、果たしてやれるのか。まあでもキャスティングはほとんど変わってないっぽい。びっくりした、全然変わってなかった。懐かしいよね。さあこれで、どうしようかな。ナダルか。まあ、初手ナダルだから、なんかあんまり、オイフェらしい進行できてる気がしないんですけど、まあ、これ俺さ、なんか雑にテレーゼ打ったけど、これどうなの？なんか回復余剰でんの嫌だなとか思って、近づいちょっと切るのなんか渋ったけど、どうなんこれ。渋っちゃったけど、どうなんこれ。しかもなんか待って、ヤンドーラ引いてるやん。えぐいな、これ。いて、ヤンドーラ引いてる、やばいなぁ。まあ、ちょっとこれ引いてから。よいしょ。ブラジェ。まあ、いいんじゃないですか。で、まあ、ヨシンバ、次、あれですね。敵が C の2に打ってもろて、俺がグノを引くみたいなことがあれば、いい感じにね、できると思いきや、風車進行の場合のオイフェって、なんかそんなに火力出ないのか、E3 打っても。その後、枚数返し1枚に残っちゃう。あ、これ取ろう。これは、まあまあ、取りましょう。こんなんね、絶対見過ごせません。うわ、グノを引くんかーい。このアベル展開されてる時にグロン引くんかーい。さすがにダメですね。まあでもこれは、よし、これ取りましょう。こんなん残してダメです。こんなんダメダメだ。絶対残しちゃダメ。さあ、アベル取りましてね、夏ブラ召喚手前。ワンチャンこれ召喚によって F5 グロンとか打ったっていいかもしんないな。まあ、もしくはトゥールラとか引いたら右上でもいいけど、引きによる、ワテューポーン。まずい。どうしようかな。E3 グロン打てるけど、まあ召喚見よう。一旦召喚見ます。さあこれ召喚、あー、イーサングロン行ってもいいな。クソ吸収できるぞ。行ったっていいか。行っちゃいますか。新しい動線これで相手組めないんでね。さあこれで動線組ませないようにして、ただ問題がここから3ターンの間ね、俺ディザイアを受け切らないといけない。まあでも一応フルフレあるんで、おそらく大丈夫だと思いたいけど、痛いな。痛いですね。さあヤンドーラプラスキポンをここからうまくさばききれるのか。そこでそのシンク引いてのエグいわ。いって、クソいて、マジでクソいて。はい、いやこれあれだな、 B4 で新しい動線組まれるやつだな。あー、どうしよう。いやこれどうしよっか。 B4 新しい動線組ませたくなさすぎるんだが、 C の位置当てようかな。ワンチャン当てて、ワンチャン当てるかこれ。ちょ、なんか新しい動線組ませたくないよこれ、どう考えても。 C じゃ当てますこれ。当てて
次 A の2にセシリアかましてテクニカル勝ち狙いたいですね。よいしょ、よいしょ、これ終わるやん。これね、 B4 で当選組まれるのが嫌すぎるんでこっちにします。で、はい、そっち打つ。問題が次 D2 に同線組まれること。で、待って、フリアヒルエだ。2手飛ばしできねえかな、こっから。うまいこと頑張れ。アリシャールか。ちょっと待って、考えろ、一回考えさせてくれ。 A に打ったら D2 に同線組まれる。組ませないためには右下 X と思わせて、いやそんなことねえな、 F5 で組まれるか。こっち行きます。で、これでなんとか2手飛ばしでしたかったけど、きついかな。いや、 A に打たしてフルフレアでよかったか。俺ちょっとシンクのコンボ打たすぎてさすがにやめたんですけど。おお、吸収マジ、吸収マジ。お前のコンボってベロムヒルだよね、あんま強くないな、ワンチャン受けれない。これはね、右上打つより受けた方がいいかもしれない。おお、ちょっと考えさせてくれ、考えさせてくれ。アリシャールかましたとして、果たして次飛ばせるのか。1100ダメージ、2100、2600、5500か。 F に打って、もいや無理だな、これアリシャール打たない方がいいですね多分。リッチにしてちょっとでも削りますか。うーん、多分この削りの方がいいと思うな。ただこれね、右上 X 来たら飛ばせませんね飛ばせませんね。あー、イグナーズ、いやこれおそらく耐えれるけど、どのみち飛ばせなそう。んー、まあ耐えるけど6825遠すぎるか。はい、いやこれはここでアリシャールですね。さあこれで A に B2 か、 B2 を耐えましょう、 B2 を耐えましょう。ここでアリシャール打って B2 耐えよう、頑張れ。一応イグナツ使った、イグナツ使った。で、 B の2耐えたら E3 で、 E の2で同線組まれるやん。で、右上 X ギリ飛ばせるか。4175いけるね。右上 X 来ても、あー、そこでフルフレア無理無理、そのフルフレアは無理、さすがに無理ねー、無理ねえ。さすがに無理ねえ。どんまい、これ負けた。くっそ。いや、発想悪くないと思ったんだけどな。ちょっと動線組ませる意識、高く持ちすぎたか。その組ませない意識を高く持ちすぎたのか。あー、でもそうだよな。あそこ打っちゃうとね、オイフェが全然軽く出ないんだよな。くっそ。オイフェのサチガレーところ出たわ。お前そこで、そこでフルフレアはさすがに辛い。まあ、どんまい。いや、まあ途中まで悪くなかったっぽいけどな。結構いい感じだったけどね。E3 グノー行って。まあちょっと B4 はちょっとビビりすぎたか。相手 S3 枚使ってたもんな。あれ、 B4 ビビりすぎたか。普通に A2 に2ターンかけて、で、フルフリア残してでよかったかな。まあ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 、まあ。ちょっと動線組ませたくなさすぎるみたいな気持ちが先走っちまったけど、おっと、これシアンか。シアンどうですか、シアンどうですか。まあ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 、これシアンはね、マジ X 打ちたいんだけど、ちょっとこれまたまたしてもちょっと X に打ちづらい構成っていうね、あのところが首を絞めてくる。やめてほしい。シアンか、シアンか、どうしよっかな。あー、痛い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 。いらっしゃいませー。よいしょ。あー、オッケー、仕打ちしよう。これは C 行こう。これ C 行こう。久しぶりにオイフェらしいことができるぞ。そい。で、C 案でしょ。どうしようかな。先にグノーを打つと X 打たれそうだけど、先にグノーを打たなかった場合、石2が残ってコンボ封印通りづらくなる。いらっしゃいませー。いや、とはいえこの守護者悪くないな、打つか。ほい、はい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 。まあこれ特殊ダメージね、返ってくるんですけど、まあしょうがないね。で、これで吸収、ほいからの毒ダメ、ナイス。で、これでオーケー、オーイフェ入る。まあシアンで X 打つとあんまり思えないんだよな。どうなんだろう、グノー警戒で X 来るのかな。これでもB の位置打ってほしいけどな。あ、またあんなんだ。これね、さあ、ちょっと運ゲー入ります。さあ、これ頼むぞ。これ、シアンのコンボ封印してくんねえと、マジで。マジでグノイツ意味ないけど、頼むぞ。それいい。オッケー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 。まあ、そこの石のコンボはね、全然大丈夫。いいです。むしろいい。構わん構わん。全然いいよ。
全然 OK。 でこれね、石の召喚が余震橋石の4だととてもありがたい。これ B4 打たれると思うんだけど、そうだね、そこが一番いいな。で村正打たれてる、ちょっとあれだな、俺自分でこのデッキ使っといてなんだけど、エンデガーぐらいしかフィニッシャー入れてないんだけど、それちょっと少なすぎか。 OK、 このルキア美味しい。しかも石の配置悪くねえな、美味しいね。これウンディーネ出るんで全然 OK。 はい、 OKOKOK。 まあ村正打たれてるのはねあんまよろしくないんですけど、よいしょよいしょ、 OKOKOK、 ありがてえありがてえ。で、まあ、フルフレア引いてる、うん、いろいろパーツ揃ってきたな。でこれどうすんだ。まあ村正の動線しばいてるから、いやこれどうするんだろう、まあ、シアンの動線も潰してるし、わりかしなんとかなりそうだな今んとこ。ちなみに左上 X とかが一番打たれたくなかったりするけど、 OK、 ギード打たれる。でこれは取っていいね。でちょうど良い感じにエグさん打てるキャラゴマボ、うん、なるほど、まあ、ロック切ったからね、ぶっちゃけロック警戒しなくていい盤面ではあるんですが、フレフレは行ってもいいか、ヒール、いや行こう、いいや打っちゃおう。セシリアも全然強いしな、火力重視で行こうかな。そい、オッケー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 、いいよ、だいぶコントロールしてる、だいぶコントロールしてる。これ抑えないとでしょう。オッケー、トウヤね、トウヤには下級がバチコリ通るわけですが、ただまだ油断できないな。これ A の4に当てられたりした時にちょっとダメージ食らっちまうし、まあまあまだ油断できないね。まあ一旦これで下級入れるやん。相手も結構硬いね、まあ、村正打ってるのもあるんですけどね、だいぶ硬い。さあ、まあでもこっから多分枚数返し増えるから、オイフェの火力がねいい感じになってくれると思われる。アルビスか、これ避けたら熱いけど、熱すぎ、さすがに熱すぎ、これも A4 一択レベルだな。はい、はい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 、まあ削りでいいかな、一致削りまーす。よいしょ。オッケー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 。全然いい全然いい。いいですね。で、6405でしょ。まだ飛ばしに行けないな。2万円でが3930なんで、ちょっと足んないね。あの、20ぐらい足んないんで。20ってか、まあ、そうだね。足んない。ああ、まあ全然足んない全然足んない。それ打たれたらもう、足んない足んない。足んない足んない。まあこれフレアヒールでいいんだけど、まあ一旦引き見ましょうか。トゥルラ引いたらトゥルラでもいいけど、近瀬引く、まあ近瀬でいいですね。これ全然下級ちょっとでも削って、ほい、まあさす、え、これ C1 で飛ばされたりはさすがにしないと思うんだけど、よし9656大丈夫だよな、まあ大丈夫でしょう。シッチこれダブコンだけど2400でしょ、単体7100いるかそんなやつ。サタンサタンワンチャンワンチャンサタンワンチャンサタンで死ぬこれ、やだよ。え待って、サタン撃たれて耐えたとして石を取れる、 C の2に石出たらやばいのか、マジか、大丈夫なのかこれ。あ、ファウストならまあなんとか、よし。でこれで4枚で勝ちか、はい、これ4枚いっちゃいます。よいしょ、まあ、8610ぐらい出るかな。おい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 。よし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 。ナイス。きれい。この、きれいな勝ち方したとき、おいへ、マジ気持ちいいよな。気持ちいい。マジできれい。グドウもちゃんと刺さって、素晴らしかったですね。いいですね。いいですね。楽しいね。OK、次ラスト行こう。マジで楽しい。おいへ、楽しい。マジで、いや、この、ほんとね、もう、綺麗に勝つのがマジで気持ちいいデッキだな。このね、組み立て、コンボの組み立てからの、なんだ、まあ、敵がね、うまいこと、さばいてきたら、こんなうまくいかないんですけど、ね、あのうまくいかない試合もね、ちゃんと、この動画の中に収録されてるわけなんですけど、さっき言った、またシアンですね、まあ、さっきみたいに、グノー引いたらあっちいいけど、
とりあえずバリア、一旦バリア、一旦目、一旦バリア守れ。さあこれでいた。さっきと同じじゃん。まあ、さっきもショートやるカード打たれてなかった。さっきと同じやんけ。あーリッチどうする。まあでも正直ね、シアンタイム風車打ちたくない。なんでもうこれリッチで削りいくわ、削りいくわ。はい、さあシアン来る。でこっからいらっしゃいませ。一種系ね、おい意識いきます。一種系いってはい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 。またグノー引けたらいいな。引けるかな、引けるのかな、大丈夫かな。まあ X 来るからそこの召喚だもんな。さっきみたいに2巻みたいですね。テレゼ、これテレゼいきますか。よいしょ、おいおいおい、まあ、さっきと違って相手マタンじゃないっぽいな。 HP が高い、マタンの HP ではない。うん、間違いない、マタンの HP ではない。トウヤくんか。そのトウヤちょいやだだな、ちょいやだだな。グロ引いたらグロ言ってもいいけど、わあどうしようかなこれ。トウヤ取りたいね。だ取ってもダブコン繋がれるのは普通にマージで痛い。かといってイーサン打つのもな、ダブコン繋がるんだよな。まあ取りますか。ダブコン繋がるぐらいだったらアビス打てる方が多分マシ、多分マシ。この石の出方結構鬼畜だな。次 F6 打たれた後俺 B3 打ってももっぱつダメ、ダブコン繋がないといけないでしょ、敵に繋がれないといけないでしょ。割と鬼畜だな。いやでも言うてテレーゼはね、ちゃんとスキルもコンボも強い。早いとこエンデが引きたいね。夏ブラで展開できてれば、展開はもうほぼほぼ無理だね。ほぼほぼ無理なんで。痛い。これダブコン嫌うんなら A にも打てるけど。グノーか。これ夏ブラ打ってる暇あんのか。むずいな、これ。A にフルフレア打つか。夏ブラ打って警戒される。いやー、打ってる暇なさそうかな。なさそうかな。フルフレアにします。ガンちゃん B3 フルフレアの方がいいかな。これダブコン強してどっちかのコンボ残す説もあったけど。どうなんだろう。一応これフルフレアのヒール入るんで。あー、これやばいな。でもこれ D6 打たれたらダブコンか。やっべー。D6 からのダブコン全然忘れてたん。まずいな。これ D6 打たれたらダブコンなんか。やばいな。C1 か。これならダブコンにならんけど、普通に火力高くね。いてぇ、やば、火力高。フルフレア打ったら耐えれるとか思ってたけど、そんなことない。で、これね、石を取ると、ダブコンになっちゃうですね。なんで B3、守護者で石ダメージ許容かな。うん。で、リリアスコンボ耐えましょう。リリアスコンボ2000です。さあ。でもね、一応こっち、よいしょ。吸収入れて、ダメージは悪くないよ。いいよ、いいよ、いいよ。2194。マジ、激露、激露。でも、この激露がめっちゃ遠い。バイセ耐えれそうだな。2000でしょ。バイセ耐えれるね。バイセ耐える。バイセ耐えれるけど、頼むぞ。バイセイグナーツは確定だえ。リリアス採用か。うん、まあそうだね。ふぅー、フレブマ、まず、フレブマ、やられた。まあそうだよな、シアンってそういうキャラ大体入るよね。くー、耐えるしかねえ。 A にフルフレアじゃなかったかな。まあでもこれでもっぱつ耐えるしかないですね。とりあえず耐えるしかないな。くー、 A にフルフレア違ったか。頑張れ頑張れ。あー、バイセン持ってた。まあこれ無理だ。どんまい。いや、どんまい。まあこれはね、難しかったね。 A にブラ打ってトラシに行ってフルフレアの動線通すのか、まあ、先にフルフレア打ってトップでかけ、トップの引きで解決するのかっていうのをね、だいぶね考えちゃったんですけど、まあ、難かったな。まあ、A にブラ打つか B3 フルフレア打ってテレーズかフルフレアの動線どっちか残すっていうのもねあったんですけど、
まだうまくいかんかったね。まあでもそんな感じでした。結構ね、やっぱ面白い出来なんで、よかったら皆さん使ってみてください。まあマゴマについてはね、テレーゼじゃなくて、例えばオルビダにするなりね、いろいろ、まあいろいろある。とりあえずね、今後チックにこういう感じに組むんだったら、とりあえず、まあトゥールラは入れましょう。正直トゥールラは未来から来たコアなんで、入れない理由がないんでね、こいつはね、絶対に入れていいと思います。で、あとは、まあ、フルフレアも強いですね。流力が、いい感じの味が効かせられるんでね、よければ使ってみてください。あと、オイフェと相性がいい。そんな感じで使ってみてください。じゃあまた次回お会いしましょう。またなんかね、いい感じでデッキが組めそうだったらオイフェやってみようかなって思うんで、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。じゃあお疲れ様でした。さよなら、バイバイ。